こんんにちはさんお疲れ様でございますショート動画のねあのスマホの縦横ってやつ私もねちょっと勘違いしてましてずーっと横で撮ってたんですよでショート動画にならないことはなかったんですけどもやっぱり縦の方がスムーズですよねで私ちょっとねこの前ある公園をこう歩いてねすれ違った時に気がついたんですけどもそこでは3人の学生服を着た中学生ぐらいの女の子がこうなんかダンスを踊っていたんですよねでダンスの向こうにはベンチに立てかけてあるスマホがあったんですよでスマホ縦だったんですよ だから踊ってみた動画とかショート動画を多分アップロードしてるんだろうなーって気はしたんですけども、あ、なるほどねと。あの、例えば女の子が一人で踊ってる場合って、縦で撮った方が全体がこう見えるんですよね。横になると、まあ、確かに全体を見えることは見えるんですけども、かなりこう画角が広くなって、女の子のそのダンスシーン自体がちょっとちっちゃくなるってところがあります。ただ、メリットとしては横移動ができるっていうところでね、表現の幅が広がるんですけども、 まあそういう風なアクティブなダンスじゃなくてその場であまり動かずに手や足の手振り足振りぐらいで軽くできるダンスっていうのがね誰にでもできてショート動画としてはウケるんだろうなってところを考えたらやっぱりこう縦の動画全身が見えるようなやつ特にあのまあ若い女性ってなぜかねあのものすごくミニスカートで足をすっごくさらけ出すやつが。 再生回数が稼げるって言うんで、そればっかり出してるんですよね。まあちょっと複雑なものがありますけども、うん、まあでも視聴回数が集まるということで言えばね、まあ私たち中高年男性がそのアクセスを提供してるというふうなことも言えますんで、うーん、まあ、こういうところはね、あの、ナさんはどういうふうな感情を持ってるのかなっていうところありますけども、ちょっとそんな聞いてみたいなところがあります。 本論からずれましたけども、まあ、いわゆる時代のニーズが縦動画をね今求めてるのかなっていうところはあると思うんでショート動画っていうのはそのニーズと自分もなんかね世の中に出てみたい再生回数1万回って大台乗ってみたいっていうところをなんか要するに2つとも実現したのが YouTube のショート動画なんだろうなって思いますよねはいそして話題はちょっとね後半戦私からの問題提起になるんですけども奨学金についてですよねえー、今ね奨学金をチャラにしようって っていう運動がまあ,あ少しずつ現実味を帯びて大きくなってきてるんですよ。でそのトントランドが多分令和新政組のその奨学金をチャラにしようっていうね政策だったと思います。確かにその20代で社会に出た時に奨学金の返済が200万300万場合によっては500万が 肩に重くのしかかった段階で社会人をやらされてそこでね初任給20万前後とか手取り14万を10年20年続けるってことこの負担っていうのはかなりね日本人の若者のチャンスを奪ってるとも言えるんですけども反対で考えるとね奨学金も返せないような大学に行く必要ってあったのかなっていうところなんですよつまり奨学金って借金ではあるんですけども投資なんでしょうね教育投資をするのに先行してお金を集める でそのお金の集め方が一、まあ、つは、まあ、親からの援助じゃなくって奨学金っていうものしかもその返済が必要な有利子返済の奨学金を借りるって選択肢なんですよねこれ無利子の奨学金っていうのもあるわけなんですよあとはねもらえる奨学金もあるんですよねだからもらえる奨学金を受給しようと思ったらある一定の学力レベルとか進むべき学校のレベルっていうのがあってそういうところってねやっぱこう 返済しなくても当然いいんですけども、やっぱり高いパフォーマンスを生んで、まあ、要するに高所得の人を育てるっていうね、まあ、そういう現状があるそうなんですよ。でも、奨学金すら返せないような就職先しか選べない大学にお金を借りていくっていうことは、もともと考えた出発点がものすごく投資としては、教育投資としては瓦解していて、例えばその大学を卒業した後にね、 まあ30代ぐらいにならないと無理かもしれないけども年収が5六百6 0 0万になって一気に返済できるみたいなそんな見通しが立っているような将来設計があってその将来設計のためにこの大学が必要だとでこの大学に行くためには奨学金がないといけないっていうことだったら組み立てわかるんですけどもまあいわゆるエフラン大学ってく括るの私は好きではないんですけどもね今そこで在学中の方もいらっしゃると思いますしそこでチャンスを目指している方もいるんでエフラン大学っていう言い方好きではないんですけどもあえて言いますとエフラン大学に行くのに 借金をしてまで行く価値はないぞと <laughs> あの高卒と大卒っていう、ね、肩書きはまあ大卒で取れるんだけどもさあ果たしてその大卒という肩書きはどこで使うのかなと就職とか仕事に有利なあ肩書きならいいんだけども多分肩書きでは有利にならないんですよねそこではねではどこで使うかっていうと俺大卒だぜっていうふないわゆる まあ高卒とか専門学校卒のグループで囲まれた時例えば同窓会とかですよね進学率の悪い同窓会に行った時に「いや大学に行ってすごいね」っていうふうにその畑は言われるそのために数百万の借金を負うっていうのはちょっとねパフォーマンスは悪いのかなと思うんですよねうんだからその辺もちゃんと奨学金の決済をする親が監督する親が考えてあげないとこの大学は借金者まで行くとこじゃないと行くなというふうにも含ませておくとかね受験の段階から。 で、まあ、この大学受けるんだったらもう行くなとかね、うん、でも大学を行く目的が私みたいに合コンしたいからだから大学行かしてくださいとすいませんお金を貸してくあ借りてくださいというね私は自分に奨学金を負うんじゃなくて親に借りてもらいましたからね、まあ、そんな形でね、まあ、奨学金はうちの場合はそんなに滞りなく返済できたみたいなんですけどもまあでもね私としてはね39歳まで40歳になるまでは奨学金を親にね えこうねだだっったたこととは一生もの後悔だと思ってました今は取り戻せてるんで奨学金、ね、こう借りてもらった部分は私が今ね毎月のお小遣いとして十分返してると思いますけども奨、あのー、学金についてですようんだからね奨学金の返済を滞るようなその奨学金の負担が30代とか場合によっては40代までね人生に影響を及ぼすようなお金を借りてまで奨学金を借りてまで 行くべべきき大学だだっったたののかか決めるべき進路だったのかって結果的に失敗するのはね少数あると思いますけども今そのムーブメントが起きるくらい奨学金を借りるのが前提で大学に行くもっと前提で言うと奨学金が返せないという前提で借りて大学に行くみたいなねで大学卒業した後もそも大学のランクとかねそれから学業にどのぐらい勤しんできたのかっていう4年間があるわけなんですけどもまあ残念ながら。 その何かミッションがあって大学に行ったわけじゃなくて私みたいになんかねのんびり遊びたい4年間が欲しいっていう目的で奨学金を借りてまで行く必要あったのかなってことはありますよね、うん、だからそこに乗っかって奨学金はなんかこうチャラにするべきだっていうのはいやあの返済すること前提で借りてるのにそれはないでしょうっていうね、えー、万田銀次郎みたいなそんなね、えー、考えになりますけどもまあでもこれからの。 若者投資をするためにはある一定の大学のレベルつまり箔のつく進路を選ぶんだったら奨学金のまあ実質無料っていうのはねありえるかなと思います。まあ、本当にこの言ってもしょうもないような進路のためには奨学金はあの利息付きで返済みたいなことでね追っかけていかないとうん本当の人材投資には何なんないのかなと思うんですけどもうどうなんですかねこの辺はね。私の目から見るとう あの奨学金をチャラにするっていうのは今の段階ではちょっとないかなと思いますよね。いやそれを前提で借りてるわけだから。でもこれからはその奨学金をそんなね例えば500万借りたら返済は300万までですよっていうようなキャップをつけてもいいのかなと思います。うん、だからそれがだからモラルハザードも起こさないしそれなりの覚悟を決めて進学する若者のためでもあるし全体にとってバランスが取れるのかなと。で奨学金に300万借りたら 多分この大学、この指定大学には行ってくださいよって、そこに行けなかったら奨学金は出せませんみたいな感じとかね、うん、にできるんじゃないかなと。そう考えると奨学金って、大学が設置するべきなのかなって気がしますよね。奨学金枠っていうのを作って、あの奨学金込みでの試験っていうのをそこで設けてね、うん。で、足切り難点ですよみたいなのにしたりとかはできないかなと思いますけどね。はいまあ、ちなみに今ね、ちょっと YouTube でいろんな古民家とか豪邸見てるんですけども、 結構今安いですね。ね。私のお小遣いでも買えそうな豪邸が結構あります、ね、すごい楽しみですこちらので、そういったチャンネルって再生回数とかチャンネル登録少ないんでこちらの方からコメントを書いたりするとすごく喜ばれるんでね不動産チャンネルみたいな感じで私のチャンネルからもちょっと拡散していこうかなと思うんですけどねそんなこと考えたりしてますではいってらっしゃい